ね、私はミルさんがすごくいい成績を残してた分、うん、今日代理として参加することにすごい緊張してたんですけど、うん、でもこうやってみんなで脱出ゲームできるっていうのはなかなかない経験やし、うんね、本当にそれぞれがファインプレーを出し合って確かに支え合って今日はできたので、うん、とても楽しかったし、いい経験でした、うんはい、よくまとまってたもんね。そうですね、はい、楽しく、そしてみんなでいろんな意見を出し合いながら、うん、笑い合ったりしてすごく楽しかったです、うん、ありがとうございます。はい、私はちょっと途中からの参加になってしまったんですけど、はいはいはい、それでも途中からでもこんなにも楽しいんだってすごい思って、本当にこんなにもみんなで走り回ったり探し回る、本当に番組史上全体日本じゃないのかっていう、うん、そら楽しいんだよそら楽しい途中全体未聞クイズやらずにクレープ食べたいクレープ食べたいってだからね、うん、こんなに盛り上がった番組今まであるのかちょっと、ね、逆になんか嘘くさくなってるから本当ね持ち上げすぎちゃって前代未聞の盛り上がりだ前代未聞こんなに盛り上がった番組はあるのかそれ言い過ぎだよねでも最後は本当にもう衝撃って、ね、前代未聞の本当に確かに前代未聞のオンパレードだよこんな番組テレビ史上初じゃないかと思うぐらいの、うん、なんか代表作を作れたんじゃないかいやそんなことないよいやいやめちゃめちゃ後半だったから、はい、多分ダメな方で前代未聞だよな最後の方は多分もうちょうどいいところでズーッと終わらすからいやいやいや砂嵐、はい、あの電波が切れた感じ宇宙の衛星が切れた感じズーッと終わらしますからなるほど回線の問題みたいなねそうそうそうでも本当胸を張って皆さんに見ていただきたいというメールを作品になりました、ね、いいね素晴らしいこと言ってくるよね、はいはい、しかったレンジャーだったり最初はすごい怖いなって思う面もあったんですけど今日のも含めて全部楽しくなんか人顔も人顔を向けれた感じがするので成長できてよかったと思います、ありがとうございますったよすごいんですよ岩田ちゃんねめちゃめちゃかっこいい謎解きもおっとりしてるようでなんかすごいひらめきを持ってるよね、そうですね、そういう子いるもんね喋り出したと思ったらおおおおっていうことばっかりありがとうすごい素晴らしいよ、うん、はい、じゃあ下から代表してもらえるようになりますのでご質問ある方がいらっしゃいましたら、うん、お何かありました あ, ありがとうございます、はいはい、豊島園ね、そうだね、豊島園大阪だからね、あんまり豊島園もね多分初めてでしょ、皆さん初めてで、ねはい、どうちょっと豊島園初豊島園110周年ということですごい驚きました。歴史が私たちはやっぱり大阪なので、その場のテーマパークがすごいやっぱり親近感あるんですけど、110年も前から今年初めて来られたことがすごく光栄に思います。確かにめちゃくちゃ前からあるよね。もっと東京といえばだからね。すげえ110年前と。そうなんじゃないですか。東京の遊園地とやっぱ豊島園だよね。後楽園とかね。明治からあるんだっけ、110周年。はい。何あ、でも、すごい110周年という。なんか全体的にいろんなところで喋ってそっちはそっちでやってもらってみたいになってる。だからインタビューが各所にいるからさ。そっち終わってないね、まだね。あ、いいよいいよ、何そんな老舗のアイドルやばいだろう。もうレジェンド中のレジェンドになれたもん。先輩後輩の感じが離れすぎてて、ね、もう白黒の写真とかでこう並べられるような兄弟とかで孫が入ってないもんそれはちょっと歴史行き過ぎだわ。そうだね、こっちはどうですか、はいはい、年前の印象。そうですね、すごいあのお子様連れが多くて、そうね、ジェットがすごく多いイメージだったんですけど、その問題を解くために乗ったジェットコースターがすごくスピードが速くて、もう高低差もすごいあったので、うん、こういうのやる激しいのが好きな人も楽しめるんだなと思ったし、うん、そこから見える景色がスケート場があったりとか、うん、本当に幅広くて、だから本当に何でもできるいいところだなと思いました。はい、ありがとうございます。あ、
公開にやったんですけど、コメント。年は同い年だっけ？ 38。そうだね、38か。38。1個下か。こちらの1個下かな。1個下。すごいですね。できちゃったよね。目立たいよ、本当に。目立たいね、確かに。チャンピオンでもあるしね。そうだね。やっぱり。いいよね。いいです。すごくいいと思います。授かり婚なんですけど。授かり婚ね。結婚してるからね。なんだろうね。そうですね。やっぱりなんだろうな。僕は結構ホームセンター行ったり。加速サービスしてんな。休みの日ホームセンター行くの？ショッピング。だから行かなそうだけど、ちゃんと行ってた運転して。アウトレットとか。アウトレットでショッピングモール行ったり。そういうすることころじゃないですかね。なるほどね。秋山ね、生活感ないですから、買い物したりね。意外と。ヒロシは？まあ、とにかく言うこと聞くことじゃないですかね。なんでもね、はい。もちろん車の運転もしますし、ゴミ出しから、買い物から。すごいね。いや、できる範囲でね。そうすると、機嫌がよくいてくれるので。だってヒロシと結婚してくれてるんですからね。それやんないとね。どういう意味だな、なんかマイナスから入ったみたいな感じで、マイナススタートみたいなね、はい、そんな感じでね、まあ、めでたいね、はい、頑張ってもらって、すごい、本当におめでたいよね、びっくりしました、でもなんかね、付き合ってたしね、付き合ったんですね、どっかではするだろうっていうね、ありましたから、そんなにマジかよって感じではないです、確かに、あそうなんだ、したんだっていうね、そうね、そうね、嬉しい、おめでたいね、おめでたい。じゃあ、どうぞお時間となりましたので、以上と終了とさせていただきます。ありがとうございました。